なんかエリア同士で仲のいいエリアとかやっぱあるんよな、うん、でうちのところは茨城とのつながりが深かったんやわ。ところも茨城と神奈川とか、うん、エリアリーダーが掛け持ちやったり時期があって、うん、そのあたりとは交流が深かったんやな。その後大阪の方のエリアと行動でやるようになってきたもんで、うん、そうだね。それがもう8年ぐらい前の話だもんね、うん、怖いね年取るわ。俺今さ、そのちょっと動画の編集する時間がなかなか取れなかったもんでさ、古い動画をさ、ちょっとあさってさ、2分ぐらいにカットして、ぴょいぴょいぴょいって、ちょっと2月ぐらいはそれでちょっとつなごうってやっとるんやけど、いいんだよね、大丈夫だよね、1時間だけ流さないと。でも細いわ。遅れで一本直後じゃないやな。なんか割と無難な道を走ってた気がするんだけど、まあでも交番に止まってるのがただのプリウスだったけど大丈夫なのかなあれ。やるか。はい。これは結構運命のじゃんけんだぞ。運命のじゃんけん最初はグー、じゃんけんグー、うん、乗れないのこれ。はい。ハンダはどうだよ。はい。まあさ、24号って言ればなんとか。いやー、ハンダはどうだったらもう7まであっという間に行けるんだよ。そうですね。乗れないのか。あ、桜井方面ならいいでしょう。うわー、俺今日電源コード持ってくりゃよかったな。SD カードはもう1枚あるし、これがまだ11時間あるからいいんだけどさ、電池はこれ2個目かもう残り半分だもんな。おー、しまった。じゃあ充電コードがあったらここから取らないとそのまま取れるから無限大できるんだけどね。あー、持ってくんの忘れたんだよな。えぐいね、この企画えぐいし、ようやるわと思うよ。ただこれはさ、同じルートになることはないだろうからさ、うんうん、使い回しはできるな。うん、どっかに出かけてでもいいし、それこそあの四日市から始めるっていうのも手やしな、うん、始めて、そうね、もうそのままじゃんけんでくるくるくるってなって、うん、あの、うん、それはなんかワイワイ楽しめる、うん、目的地に着いたらあれやし、そのままつけずにぐるぐるどっかに行ってしまうっていう、うんうん、引退の手前でじゃんけんして勝ったら引退に乗ってしまったとか、うん、これはやばいね。奈良でそれ始めちゃいかんね。奈良で始めたのはやばかったね。しかもこんな夜からな。もう何の店も開いてねえもん。コンビニしか開いてねえんだよ。まあ言うて四日市に昼間始めても渋滞で時間食うだけだからね。そうなんだよね。それは言えてるんだよな。これはもうそのままちょっと道なりで行った方が良さそうだね。やっとくじゃんけん。お任せします。最初はグーじゃんけんチョキ。よかったよかった。よっとか出たし、やっと。これは絶対他の方行ったらまずそうだったもんな。あいこ出したら絶対やばいやんこれ。あ、まっすぐ、まあ、そうか、そうね、まっすぐやばそうだもん。鈴鹿の平田にありそう、ありそうだね、うん、ちょっとフィリピンのお姉ちゃんとかいそうな感じだよね、うん、しこよし。結局のところ快活は行きそうなんですか。こっちだと快活ないんだよね、はい、こっちはないね。あれ大阪入ってないよねまだ、うん、入ってるけどね。いや、あれよく大阪で見かけるさ、あの点滅のやつやったから
じゃあ次あたりやっときますか。結構これも大事だよね。大事だね、はい、勝てよ、頑張れ。最初はグーじゃんけんパー。嘘だろ嘘だろ、なんでここに俺勝ち続け出す勝ち肌だぞ。そろそろチョキと言っていただきたかったです。これ24号なんかだよ。マジかよ。まあ店もあるからなんとでもなるけど。あ、でも待てよ、24号この方面にずっと行ったらあるよ、快活クラブ、うん、ある。はい、カラオケバンバンもある。バンバンがあるかい。バンバンも快活クラブもある。あ、うん、あの隣同士で立ってんだわ、バンバンと快活クラブは。なぜか仲良く。もうちょっと先だから、よし、じゃんけん封印や。でしかもそれ俺が道を間違えてなければの話じゃないけどな、はい、曲は確かならば確かあるはず。赤い山、赤山はやばいって。ダメだって、赤山はダメだよ。月曜日朝の4時だよそれは厳しいけど、うわ、力バイパスやろ。あ、ほれ、あれ、そうちゃん、あ、うん、これ、カシカラのあれやろ。はい、ましょうか。どっか、もうちょっと先か。え、入り口どこ、これ、うん、あ、まあ、これ、これだ。変わった作りだね。うん、そこの駐車場、はい、まあ、かけつき、あ、カラオケもあるらしいよ。俺が思ってたところともう一つ別のところだ、うん、で、ここ使ったことある俺、うん、あのね、2019年の年末の企画で、うん、駅から浅沢歩いてここにやってきて、あの防音個室に泊まった記憶あるわ、うん、あ、ここ元コート大丈夫な。そう、元コート大丈夫で、うん、なもんで、あの鍵付き個室とかめちゃくちゃいっぱいあるの。あ、本当だ、うん、すごいっしょ、うん、基本鍵付き個室と確かカラオケルームだけになってるはず、うん、オープンと2階があるんだね。そう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 、もともと広いカラオケルーム屋さんだったらあれだろうね、うん、じゃあ行ってみましょう。よっしゃ。